This is how we Japanese organize houses very easily, very cheap. Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwamiです。よろしくお願いします。ようこそ、我がウェアハウスへ。はい。まあ、ちょっとね、汚くてね、私の自宅なんですが、倉庫のような部屋が多々あります。まあちょっとね、収納スペースがしっかりしてないっていうのが、その原因だと思います。そして、ちょっと前に、私はですね、部屋のね、整理をすると言って、1ヶ月くらい経つのかな。やっと着手します。ということで、今日はね、この、押し入れ、クローゼットっぽいような押し入れ、の整理整頓をしたいと思います。はい、使うのはこちらですね。こちらです。ニトリの押し入れケースを使って、整理整頓していきます。まあそんなに綺麗にはならないと思いますね。うん、まあとりあえず今日はこれでやっていきます。 So, since I decided to organize this house, it has been more than 1 month. So finally I will start fixing, organizing just one room, this room. Okay, anyway, you see, this is my warehouse. I bought this house as my home sweet home. But there are some rooms like warehouse. So I call this situation, this condition, warehouse. Okay, anyway, I will start organizing with this closet case. So anyway, I will put some closet case here.One day I want to throw this my wife's clothes which is not worn for a long time. I want to throw them away. I have just three, four trousers and a t-shirt and how can I say, sweater like this, just 4 pieces, 4 piece train, tops like this, and trousers. So I think she doesn't need to buy like this. Sometimes I don't understand the ladies. Anyway, I will start organizing. Okay.I don't know where to start. はい、ということで、まあね、時期にこういうね、着ない服、ね、捨てたいなっていうふうに思ってますけど、どうしよう。ね、とりあえず、物を出したいんですけど、なんせ部屋が汚くてどうしたらいいかって感じですね。はい、じゃあやっていきます。雪崩式だったんだな。見てください。私のね、妻がタイ人なんですけど、タイの食材ね、寝癖すごいな。タイの食材をね、たくさん買っちゃうんですよ。まあ悪い人ではないんです。めっちゃくちゃいい人なんですよ。ただね、ちょっと、買いすぎかなってね、ふうに思っちゃってね。いいんです。すっげえ寝癖。こんな感じで、クローゼットの中は綺麗になりました。綺麗になったっていうかね、物を出しただけです。という感じで、これから、お掃除、簡単に掃除機をかけて、押し入れケースを並べていきたいなというふうに思っております。押し入れケースがね、このね、ゴミっていうかね、ゴミじゃないな。
食べ物とかね、いらないものの後ろにあるんで、ちょっとね、取るのがね、めんどくさいなっていうふうにね、思います。まあ多分場所が空いたら多分ね、物をバンバン置くんだろうなっていうふうに思うとね、不安になりますね。はい、finally, I could remove all these things which are not needed, I think. So, now I'm going to clean around here with my cleaner and after that I will put this closet case here. I think my wife will put so many unnecessary clothes inside this closet case. Maybe she will keep them forever. はい、という感じで、お掃除終わりましたんで、このね、押し入れケースをトントントンと並べていきます。並べるっつってもね、このカメラの裏はね、ゴミじゃないけど、物のね、壁があって、超えるのはね、めちゃくちゃ大変です。So now, I am going to put this closet case here. Then, I want my wife to organize this house very well. ね、無事っていうかそこまで大仕事ではないですけど、クローゼットケース、押し入れケースか、押し入れケースを入れることができました。これにより、整理整頓がね、しやすくなるんじゃないかな、というふうに思っております。で、ただ心配なのは、押し入れケース、これがね、なんていうんだ、固定がされてないんですね、後ろ。なので、重たいものそんなに入れることはないと思うんですけど、こうなっちゃうと、不安定かなとか思ったりね、します。ただ、なんていうんだろう、L、M、S っていう順番でやっていけば、安定するのかなというふうに思います。L、L、L、L で、ちょっとここら辺に L が来たら、多分、結構大きいものが入るので、引き出しを引いた際に、お尻が、後ろの方が持ち上がっちゃう可能性は、十分にありますね。ケースをバチッとね、くっつける機構のついてるフィッツケースがあるので、それ買った方がいいですね。安く済ませたい。1000円くらいでね、1個、1000円くらいで買って、整理整頓したいなっていう方には、私はこのね、ニトリの押し入れケース、クローゼットケースはおすすめできるかなというふうに思います。So, finally, I could organize, no, I could put this closet case here. I think, my wife can organize her clothes very well. I hope. That's what I hope. Very good as their prices. Just 1,000 yen. Just 1,000, yeah. $10 by each.So, I hope these cases will work well in my house. One day, my house will never be regarded as a warehouse by this organizing instrument, cases.Okay, anyway, I'm going to wrap this up. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. This is how we Japanese organize houses very easily. Very cheap. Okay, anyway. はい、という感じでね、こんな感じでビデオをね、締めたいと思います。動画をね、締めたいと思います。こういうふうにね、皆さんね、日本人だったら、やってるやってる当たり前じゃんみたいな風にね感じると思います。で、ニトリのね押し入れケース、クローゼットケース、
結構使えると思いますので、もし、整理整頓できてないなっていう方には、この押し入れケースだったりね、クローゼットケースはおすすめできます。で、まあ先ほども申し上げた通り、もっとね、グレードの高い、ものだったら、テンマのフィッツケース。もう、これもテンマから来てるんですけど、テンマのフィッツケースっていうシリーズを購入するべきだと思います。では、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。では、失礼します。